はい、皆さんこんにちは。今会は福島県会津若松市東山の奥にある、ここですね、一の渡堂という集落へ来てみました。前回ね、ここのずっと奥の方にある中湯川集落というところへ行ったんですけど、この道のずっと奥ですね、その中湯川集落の手前の集落になります。ここの集落は廃集落ではないんですけども、過疎集落ということで、道路の南側のこの家が建っているところには、まだね、何軒か住んでらっしゃる人たちがいるんですけども、その道路向かい、向こう側ですね、向こうの丘の上の方にある家には誰も住んでいない、廃屋になっているということで、やっぱりね、こういう山奥の集落になると、定住する、若い人たちが定住するっていうのはなかなか難しくなってしまうのかなと思います。はい、それでは一の渡戸集落ちょっとお邪魔してみましょうね。まだね、人が住んでらっしゃるということで、車も止まってますね。はい、この集落はね、いつぐらいから人が住み始めたのかはわからないんですけども、この家もね、廃屋のようですね。前回見た集落、中湯川集落でも見られたんですけど、この窓の格子が木造になっています。そして2階の窓は障子ですね、障子がそのまま貼られた窓になっています。おお、ね、あんまりね、奥の方に行くとちょっと不審者だと思われてしまうので、道路の方から、見させていただきます。びっくりしましたね、今ね。こうしてみると昔のお家っていうのはね、すごく大きいですよね。はい、何軒ぐらいかな、1軒、2軒、3軒、4軒、5軒のお家が建っていますね。この辺のお家も人が住んでいないような感じですね。そしてここももう全部こうトタンで囲いがしてあって、誰も住んでいないようです。実質住んでるのは2軒ぐらいのような感じですね。車が3台ぐらい止まってたんで、集落の端にある橋を渡ってみます。この川は湯川といって、会津若松市内まで流れ込んで阿賀川と合流して新潟の方へ流れていく川ですね。今日はね、すごく天気がいいので散策するにはとてもいい日です。そして橋のたもとには石柱が立っているんですけど、何かね、文字が彫られているんですが、ちょっと読めませんね。はい、こうしてね、市街地からだいたい20キロ弱ぐらい離れてるんですけど、この辺はね、本当に雪深いところで、冬になると、積雪で大変だと思うんですが、こういうところでもね、未だにね、生活している方々がいると思うと本当に大変だなと思います。次はね、道路向かいにあるちょっと廃屋群
人が住んでいない方の方へ行ってみたいと思います。ちょっと道路から坂道を登って丘の上になります。はい、見えてきましたが、家の周りはね、全部トタンで囲われていて、まあ、人が住んでる様子は全くありません。そしてここ入るとね、小屋みたいなのがあるんですけど、見てください、これ建物の中に草がびっしり生えてますね。ちょっと異様な感じがしますが、まあこれもね、人の手入れが入らなくなるとすぐにこういう風になってしまいますね。そしてこちらのお宅の方にもちょっとお邪魔してみます。物置に使われているような感じですね。もう全面トタンで覆われていて、こう全く中の様子が伺えません。人が住まなくなってどのぐらい経ったんでしょうね、まあ、だいぶ経つんでしょうね。あ、家の玄関には鍵がかけられています。まあ、ここに住んでいた人がね、この家を離れて別なところへ移住したのか、で人がいなくなるとこのまま放置されて、そして自然と朽ち果てて行ってしまうんでしょうね。はい、そしてちょっと上の方まで行ってみましょう。上の方にも何軒か家があるので、この正面に見える家は家というかね、こう集会所っぽい感じですね。ちょっと広い平屋で集会所なのかなっていう感じがします。この建物の前はもう草でボーボーになっていて、ちょっとね、これ以上近寄れません。そしてこっちの方には4軒ぐらい家があるんですけど、こちらの建物に行くルートっていうのはないので、どうやって行くのかな。もうちょっと坂を登ってみます。見てください、この廃屋の屋根はね、もう完全に潰れちゃって、わ、この家なんてもう建物自体がもう真ん中から折れるような形で潰れていますね。こっちから行けないな。ちょっと下の方から行ってみますね。わ、もう屋根がもう剥がれ落ちちゃってますね。ひどい。うん、完全に潰れちゃってますね。こんな感じで、ちょっと近くまで行けないので上から見ますね。今歩いてる足元もちょっとポコポコ言って、すごいふかふかしてるんでね、足元が危ないですね。よいしょ。ここにはちょっと石造りの祠があります。長年放置されていると丈夫なね、木造の家でもこうして雪の重みで潰れていってしまうんですね。多分かなり放置されて時間が経っていると思います。このね、廃屋群の上、山の方には神社があるので、ちょっとお邪魔してお参りさせてもらいます。お花が手向けてあるので、地元の集落の方がお供えをしているのかもしれません。
はい、お邪魔します。これなんて読むんですかね。なんとか観音。お邪魔します。ちょっと見させてください。こっちの方にもあるんで行ってみます。このね、集落の全体をこう上の方から見守るような場所に神社が建っています。今は11月の終わりのもう晩秋なんですけど、天気が良くて、落ち葉がねこう黄金色に輝いてとても気持ちのいい日です。はい、それでは、稲荷神社と書いてある立派な赤い鳥居をくぐって行ってみましょう。よいしょ。この階段が苔むしてなかなかいい雰囲気を醸し出しています。狛犬さん、よいしょ。はい、そして階段を登り切ると建物が建っていますね。こっちかな。はい、ここに鈴がついています。じゃあここでもお参りしていきます。ちょっとお邪魔します。見させてください。よいしょ。こういう神社もね、集落の住人がいなくなると、その後どうなってしまうのかちょっとは心配になりますね。本当に廃村、もう誰も住んでいない廃村なんかに行くと、こういう神社もね放置されているっていうところも結構あるので、そしてねこう年に1回か2回元住民の方たちが戻ってきて、お盆とかねお彼岸とか、そういう時にお参りをするなんていうところもあるみたいです。はい、それではお邪魔しましたですね。今度はこちらの階段から降りてみますか。窓ガラスが割れてますね。ちょっと高低差があるので近くまでは行けませんが、これも雪の重みで割れちゃうんでしょうね。この軒先がすべてカクンと折れているのは完全に雪の重みで折れているということですね。通常こういうふうに軒先を折っては建物建てないので、こちらの建物も軒先、まあ、全てですね軒先がカクンと折れちゃってます。このね一の渡戸集落っていうのも、実際にね住んでいるのは3軒ぐらいだと思うんですけども、若い人たちがいるのかどうかは分かりませんが、これから先ね本当に今高齢者の方だけが住んでいる集落であればね、これから先どう続いていくのか、どうこの集落を守っていくのかっていうのを勝手ながらにね心配になってしまうところでもありますが、こうしてねたまに訪れるとすごくのどかでいいところなんですけど、やっぱりこう全国的にこういう山奥の集落っていうのは仮想集落と呼ばれるようになって、若い人たちがねどん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 町へ流出して、そして、元々のこの集落を守っていくのが皆さん高齢化してね、そして、いずれね廃集落になっていってしまうのかなと、まあ、思いますね。まあ、そんな中でもねこう若い人たちがこう移住したいっていうことで、こうその山奥の集落に来てくれるっていうところも中にはねあるようなんですけども、なかなかそういうところも少ないと思うので、一つねやっぱりこう社会問題ではないですけど、こういう過疎集落っていうのの今後っていうのは、どうなるのか、ちょっとね勝手ながらに心配したりもします。それでは今回は福島県会津若松市東山町の
一の渡戸集落というところへ来てみました。この集落はね、これからもずっと、続いていくことをお祈りして、それではこの辺で後にしたいと思います。はい、それでは皆さん、また次の廃村、廃集落、廃道でお会いしましょう。さようなら。